にちは。青とゆうです。このチャンネルでは地域おこし協力隊の2人が情報収集していく様子をただただ発信していくものです。はい、ということで村の若者交流大作戦、イエーイ、イエーイ。ということでその第1弾として脱出ゲーム囚われたマックを救い出せです。この大芝高原のコテージの中で、はい、もう中を全部使って謎解きをしていくっていうゲーム。いろんなところに問題があって、それを解いたら次のところ行って、うん、で最終的にマックンが囚われてる暗号4つあるんですけど、 その数字をみんなで導き出すという。これね、今2人でやったけど結構協力必要だよね。はい、2人でやると結構時間かかって大変でしたね、うん、でもやっぱ解き終わった時の達成感とかね、うん、やってる時のおっ来たみたいな、そうっていうのがすごい分かりやすくできてるし、はい、この問題のね監修もうちらの準レギュラーになってる小屋野さんがなんと手掛けたクイズということで、はい、うちら1時間半ぐらい結局かけて一生懸命解きました、はい、この脱出ゲームは7月10日の土曜日、うん、土曜日9時半から9時半。参加費はいくらかかっちゃうんですか。これなんと村の20代30代の人ただで、ただで、素晴らしい、めちゃめちゃ面白いので、ね、もうフラッと来てね、みんなでクイズ解いてっていう楽しい時間になるかなと思うので、はい、でも今回一応村の南美濃村の20代から30代の人限定ということで、うん、はい、住んでてもいいし村で働いててもいいですよね。村で働いてる20代30代の方も OK です、うん、OK、 いいね、はい、ということなので皆さん応募してください、はい、よろしくお願いします。お願いします。応募はこちらに、こちらお電話いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。では、バイバイ。